やあ、刹那芸術だよ。今回は儚者の歌パート45やっていきたいと思います。と、前回のあらすじ、最多祭が終わり、一つのことを達成したっていう感覚が生まれていたこのグループに突如悲劇が襲いかかりました。伊月が敵に触れてしまい、敵に感染しました。その結果、伊月は魂が抜けたかのようにぐたっとなっている状態。その状態を見てグループのみんなは落胆。そんな状態になぜかひよこちゃんが現れたという感じです。なんで声高いんだろう俺。伊月さん、伊月さん、ひよこちゃんが来たところで今回は始まります。こんな状態なんですよ伊月。前回のパート見てない人にちょっと告知しておくとね。あ、でもこの感じからしたらひよこちゃん邪魔したけど、なんかいやいや邪魔した感じやな。なんかみんなグループのみんなにちょっと手出したくないみたいな感じで。あ、初見さんおられたんじゃ。いらっしゃい。伊月の様子を確認し、ひよこもその場に座り込む。そんな、あ、ひよこちゃんはためらいがあったんやな。作戦に、小鳥を邪魔する作戦にためらいちょっとあったんかもしれん。どこかから情報を得てここまで走ってきたのだろう。もしかしたらクリスさんからかもしれない。何がそんなだよ。え、様子がおかしい。歩む、お前たちのせいなんだろ。伊月はこうなったのは。突然立ち上がった歩はひよこに向かって怒鳴り散らかした。そりゃ一番歩が悲しいよな。伊月といとこ同士なんやけん。計画通りなんじゃねえのかよ。何がそんなだよ。へ、アイムのものすごい剣幕にひよこが肩を震わせる。ひよこはその知らなかったんです。こんなことになってるなんて。知らないで済むか。今にもつかみかかりそうだったので僕は二人の間に割って入った。お、落ち着けよアイム。ひよこにそんなこと言ったってしょうがないだろう。落ち着いていられるのか、この状況で。敵がすぐそこにいて。敵じゃないから。ひよこは敵なんかじゃないから。一応敵のグループの一員やけどって感じ。思った以上に大きな声になってしまった。だって僕は知っている。こんなに小さいのにたくさん悩んで、たくさん苦しんでいるひよこ。あ、初見さん多いんやな今回。はあ、だからこんなにちょっといつもより人数が多かったんじゃ。あれか、いつも俺夕方にやいようけん、その夕方に来れん人が今回は夜やけん来れてますよみたいな感じなんかもしれんな。コメントはご自由にどうぞ。どんどんと言っても初見さんやけんパート44までのこと知らんから。そうやな、よう考えた定期玉放送の弱点これか。もうめちゃくちゃ途中から見ようけんさ、初見さんがコメントしづらいんやな。内容がわからん状態で見ようけんな。すいませんね。この後ちょっと YouTube の方で過去の動画全部見漁ってくださいね。そしてこの島の人には犠牲になってほしくないと言ってくれたひよこの姿。そんなひよこが僕らの敵なわけがなかった。そうやな、ひよこちゃんはどっちかって言ったら、なんだろう、一応グループには入っとうけど、おへらのことをもう仲良くなったブラザーみたいな感じやけんな。りょうすけさん、涙を拭ってひよこは立ち上がる。そして強い意志の困った顔で僕たち全員を見つめていった。話があります。伊月さんを助けられるかもしれません。マジで助ける方法。はい、本当にできるかどうか分かりません。でもやってみる価値はあると思うんです。おっと、ここで常連さんがいらっしゃったぞ。ここに来たのはそれが本当の理由です。信じられると思っているのか。また歩がひよこを睨みつける。すると今度はコナミがそれを阻止した。あゆに、ピオちゃんは私の友達じゃ。だからお願いじゃ、お願いだから信じてほしいのじゃ。
コナミちゃんは知っとる。一緒にグループやいよけんな。グループやいよったけんな。最多祭、文化祭の時に一緒に出し物やいよったけんな。占いの館やいよったけんな。その時の感覚で。まだ納得のいかない顔で、歩は顔をすらす。なんでもいい、言ってくれよ、ピヨピヨ。もう夏雪からしたらもう、なんか手があるならとりあえずやっていいかなっていう、そういう気分。1% を助ける可能性があるなら今よりましだ。その通り。はい。ヒヨコが説明を始める。情報こういうことや。ええ、敵は、あれ、ヒヨコちゃんってこんな声だったっけって今頃思うんやけどな。まあいいや。敵は人間の精神に取り付きます。ヒズキさんに敵が取り付いたのはまだ数時間前。お鮮度は高いかもしれませんが、これまで難しくて、まだ精神と敵の融合割合は少ないと思います。あ、じわじわ融合していくんじゃ。融合割合？すいません、細かいことは後回しにさせてください。え、うん。気になるやん、融合割合とか。難しい言葉出されたら気になるやん。あ、なんでイリナさん出てきたんだ。え、なんで今、イズキさん出てきた、イズキさんじゃないわ、イリナさん出てきたん。なんでチラッと出てきたんや。何か言いたけそうな顔しちゃったな、今。とにかく、今、精神取り付いた敵は剥がすことができれば、元の伊月さんに戻せると思うんです。どうやって？どうやって、そんなことすんなよ。催眠術か。ああ、催眠術かければ敵がおっても、もう本来の伊月の状態に戻せるかもしれんってこと？ヒコが答える前に刺したとか、アイムガスを漏らした。その通りです。ヒヨコの催眠術は催眠術ですけど、普通のとは全く違います。この力をうまく応用して使えば、人の精神解消することができるし、もしかしたら敵を引き剥がすこともできるかもしれません。初見さんに言わせてもらうね。ヒヨコちゃんは小学生です。おかしいよね、小学生がこんなことできるんだぜ。もう口から出てくる言葉がもういろいろおかしい。なるほどな、よくわかんないけど、やってみようぜ。早い方がいいんだろ。はい。つぶやきながら、ヒヨコは室内の全員を見渡した。いいですか？一つ聞いていいか？はい。それをやって、君は危険な目に遭わないのか？あ、敵が出てくるとか、心の中におった敵が出てくるとか、そういう話。おかしいでしょ。小学生ですよ。小学生がこんなさ、ゴスローリーみたいな格好をしてね、なんか催眠術とか普通の催眠術はわけが違いますみたいなことを言い出してさ。でも可愛いから許す。わかりません。でもやらせてください。本当だったら止めるべきなんだろう。さらなる被害が出てしまう可能性もある。でも誰もヒヨコを止めなかった。それだけ追い詰められていた。お願い、ヒヨコ、イズキを助けて。え、この前本拠地で僕らにかけた催眠術とは明らかに違う。これまでのは普通だったんだ。これまでのは普通だったんだけど、今回のはなんかすごい、これまでとはわけが違いますよって、なんか悪役がさ、何回もやられるうちにどんどん言っていく話のやつやな。なんだこれ。ヒヨコは目をつむって全力を尽くしている。その姿は臨戦態勢をことわざみたいな言葉使うな、俺噛みやすいんじゃ。臨戦態勢の時の小鳥のように光に覆われていた。ヒヨコちゃんもそんな力あるん？小鳥ちゃんと同じような力。全員に見えてるわけではないだろう。でも僕や小鳥や歩にはそれが見えていた。これならいけるかも。淡い期待が生まれる。しかし、くっ！すぐにヒヨが崩れ落ちた。何があった？どうなったんだ？失敗か。イズキの様子はさっきと変わらない。ダメです。すいません。結果はどうやら見たままのようだ。くっ。でも一つだけ条件を揃えられればなんとかなりそうです。あ、まだ望みがあるんじゃ。
条件？はい、人の精神って分かりやすく言うと波のようなものがあるのです。波？なんだろう、振動的な波？その波が高いとき、ヒョクはそれを掴むことができます。ちょっと待って、大学レベル、大学教授みたいなこと言わんといて。俺そういう頭ついていかんのやけど。ヒョコちゃんがどんどんさ飛び級してるんじゃねえ疑惑が出てきてますが、一応あれか、科学者の娘やけんか。実際ヒョクロー催眠術はそういう風にやっています。そんなこと言われてもさ、へえそれでぐらいにして感想しか出てこんのよな。難しすぎてついていけなくて。でも今の伊豆さんは波がない平坦な精神です。平坦なの？それはやべえってはならないよ。平坦だったらどういうことなんみたいな、そういう感想しか浮かばないよ。説明してよ。よくわかんねえな、どうしようって言うんだ。よく言うた夏雪、俺だってよくわかんねえわ。つまり動揺させればいけると。はい、リーナの言う通りです。動揺か。それでちょっとさ焦らせるっていうことが波を生むってことになるんじゃ。動揺だってひよこちゃん小学生と思えんようなレベルのことを言ってる。みんなだってそう思うよね。これ大学生レベル、しかも東大とかマサチューセッツとかそのあたりとか思うでしょ。思いますよね。伊豆木の気持ちを動かすことができれば。なんかちょっとそのここまでの文見たらさ、ちょっとラブ、なんつうかラブプラスあたりのゲームやいよんかなってちょっと思ってくるよね。ヒヨコはイズキから敵を引き剥がすことができるかもしれない。でも今のこのイズキを動揺させるなんて、まず目の前が見えとるかもわからん状態やもんな。きっと夏雪がどんなバカを話したってリョウスケ、それはなんだい、夏雪を遠回しバカにしてるのかいやまだ夏雪バカやけどさ、イズキのイズキは今のイズキはわからない。いや夏雪がバカしたところでさ、普通の伊豆木やって笑ったことないと思うな俺あんた何やってんのよってちょっと呆れるだけでさ笑いはせんと思うよな俺。いつも夏雪がバカしたってさ、どんな美味しいものを食べさせたって結果は多分同じだ。じゃあどうすれば。考えろ考えろ、簡単に諦めるな。伊豆木を動揺させる、伊豆木を動揺させる。最近の伊豆木を思い出す。いろんな光景の中からヒントになりそうなものを探し続ける。え？待てよ、まだ涼介さんに涼介に惚れるみたいな催眠術かけてさ、それ解いた時に催眠術だからしょうがないでしょみたいな、その展開があったな。それできるんかな。伊豆木の好きなもの、嫌いなもの、楽しいこと、嫌なこと、とにかく何でもいいから考え続ける。たくさんの場面が浮かんでは消える中、ある光景で停止した。なんだい。そうか、あった。ずっと伊豆木が望んでいるもの、きっとこれしかない。歩む。ん？伊豆木の心を動かすなら歩むにしかできない。え、どういうことだ。ずっと伊豆木が気にかけていたことだ。アイムだってわかるだろ。絵だよ、アイムの絵だ。そうか、ひづきちょっと気にかけとったな。アイムが最近全然絵描かんこと、多分おじいさんやっけ、お父さんか、お父さんが死んだショックでそれ以来絵を描かんかったことにひづきが気にかけとったもんな。そうか、ここでアイムが久しぶりに筆を取るのか。どうしたその顔。え、前、え、そ、それはちょっとみたいな顔やるなお前。俺の、え、そう、ことあるごとに伊豆木は歩がよく考えてしまったことに気にしていた。そういえば今日っていうかもう昨日か、斎藤さんの時にも廊下に飾ってあった歩の絵をまじまじと見てたぜ伊豆木。歩自身もそうだったやん。歩夢が絵を描いている姿を見たら、伊豆木も何か思うかもしれない。俺が絵を、そんな程度で。少なくとも僕にはそれ以外思いつかない。伊豆木はいつも強がっている。だから強い子だと思われている。
でも本当はそうじゃない。たくさんの弱い面を持っている。特に歩の絵に関しての時は顕著だった。たく考えてる場合かよ。とりあえず書く。そこから始めようぜ。短い沈黙の後、歩は伊豆を見つめ顔を上げた。ああ、わかった。急に明るい日差しが差し込んだように、僕たち全員に希望が生まれる。よし、じゃあ早速。え？しかし、その時だった。え？何？急に聞こえる窓ガラスが割れる音、そして投げ込まれる何か。それは閃光を発し、辺りは光に包まれた。ちょっと軍隊が攻めてきた感じになってますよ。閃光手榴弾やないか。コールオブデューティーとかでよく見るタイプのやつ。なんだ。同時に甲高いに耳鳴りのような音が襲いかかってくる。くっ。たらずって読むかこれ。耳をふさぎながら目をつむる。そのまま少し時間が経った。ようやく音が鳴りやみ、耳をふさぐ手をどけながら目を開ける。まだ視界は完全には回復していない。なんだったのじゃ今のは。なんだったの本当。みんなもまばたきを繰り返しながら辺りの様子を確認し始めた。すると、えずきは？えずきの姿がない。新世界じゃ絶対これ。今の新世界の攻撃が来たんじゃ。えずきがあの敵に取りつかれたけん実験台にしようと捕まえたか。今の閃光弾は多分クリスたちです。クリスさんたちか。もうとにかく自分たちの考えで進もうとしようんじゃ今。その言葉に場の空気が一気に張り詰める。どういうことだよ。あいつらが閃光弾を投げ込んで、その次に伊豆を連れ去ったってことだ。イーナさんはそう言いながら慌てた様子で部屋を出ていった。そのまま隣の部屋にいるスタッフに何か指示を出し始めている。伊豆が誘拐されたってことかよ。おそらく間違いありません。そんな、どうするの。みんなが混乱している中、イーナさんが部屋に戻ってくる。大丈夫だ。伊豆の服には相手の携帯電話が入っている。それを感知して追いかける。安心しろ。え、ちょっと待って、それ考え方によっちゃ安心できんぞ。それつまりさ、伊豆の携帯に発信機つけてるぞって言ってるようなもんだぞ。いや、今はちょっと非常事態やけん誰も突っ込まんだろうと思うけど、冷静に考えたらそうだからな。イリナさん、今まで何度か僕も自分の居場所をイナさんに感知されていた。いや、それもアウトやけんな。それは考え方次第でアウトやけんな。今非常事態やけんセーフになっとうけどさ、あの正確さなら間違いはなさそうだ。僕たちは、お前たちは何もするな。危ないことに巻き込むわけにはいかない。イナさんの右手には銃が握られている。もうそんな銃とか使わなあかんようなレベルの戦いが始まるよんじゃ。私たちがどうにかする。お前たちはおとなしくここで待っていろ。近づいてきたスタッフがイーナさんに何か耳打ちする。海、本当か。はい、海って。あ、もうなんか犯人グループが逃げそうなところ、逃げそうな場所第1レベルのところやな。もしかして崖とかある。飛び降りて死ねるような崖とかある。火曜サスペンス劇場始まるぞ。わかった。それならまあこのメンズでも大丈夫だろう。行くぞ。イーナさんが部屋を出ていく。二人のスタッフがその後について家の外へと出ていった。目まぐるしく変わる状況、なかなか混乱から抜け出せない。やばいなこれ。あんな物騒なもの持っていて、いつでも大丈夫なんじゃろうか。あれはパラライザー、実銃じゃないから当たっても死んだりはしない一応。小鳥ちゃん、その一応って言葉は若干さ、大丈夫かなって不安に駆られるんだけど。ほら、涼介だって駆られてるんじゃないか。伊豆を誘拐したのはクリスさんたち、新世界の連中だろうな。
あの人たちの目的は敵の汚染を受けた人間の確保なのだから、一連の行いはその目的通りではある。でもなんとなく違和感があった。どういうこと？新世界は伊豆を連れてこの島から出ていく気なんて可能な出ていくなんて可能なのだろうか。小鳥 RCH は海のラインを潰したって言ってたよね。うん。それならこの島を抜け出すことなんて。いいえ、出ていくことはありません。え、まだなんか他のルートあるん？例えばこの島の住人の私物ブートを乗せたりすれば抜け出すことも可能です。犯罪じゃないか。普通に犯罪じゃないか。それこの島に新たな何かを入れるのは難しくても、抜け出す道はいくらかありますから。とは言っても無事に本当に上陸できるかは別ですけど。というと？回路を利用すれば RCH ったらすぐに現在地を特定してしまうはずですから、海上か港で多分制圧されてしまいます。それなら統治にしてもイズネを取り返すことは可能というわけじゃの。そうだと思いますか？悪い予感がしてきた。伊月を人質に取るかもしれんのか。それを聞いてもつっかえが取れない。黙ったままでいると歩が話しかけてきた。どうかしたのか、涼介？うん。歩の問いかけにそう答えつつ、僕は引っかかりの正体を探っていた。さっきリーナさんともう2人しか出ていなかったけど、他のスタッフは何したんだよ？戦闘員は3人しかいない。1人はエズキを本拠地から連れ帰るとき、新世界で戦って怪我をしたから病院に運ばれた。ああ、だからついてきたんが2人なんじゃ。小鳥の話によると、今さっきの時点で臨時支部にいた5人のうち、戦闘要員は2人だけ。イーナさんもほとんど戦闘の経験もないらしい。ここに残された研究職のスタッフ2人は、隣の部屋からイーナさんたちに何か指示を送っている。場所の指示か。新世界の方はどうなの？ひよこたちは戦闘員が4名、それ以外にクリスさんと3人の研究員がいるとのこと。若干負けとるけど、まあほぼイーブンみたいな感じなんやな。相手の方が戦闘員が多いじゃないか。イーナさんたちだけでも大丈夫なのか？ここを出ていく時のイーナさんの顔を思い出す。味方の人数が少ないというのに余裕のある表情だったように思う。それはたとえ島内で取り逃したとしても、海に出れば確実に抑えられると思ってのことじゃないだろうか。この作戦を考えたのってクリスさん？いえ、違います。詳しいことは分からないですけど、多分岸田さんかな。岸田さんっていう研究員の人だと思います。新しい人物出てきた。知らない人出てきた。その人ってどんな人？頭のいい人です。やばい、ルルーシュ・ランペルージュみたいなやつが出てくるんかもしれんぞ。え、あいつの動きを読んで作戦を立てるような、そういうタイプの人間が出てきたらまずいんちゃうん？きっとクリスが優柔不断で全部悪い方ばかりにことが進んでいたから、行を煮やして振り切ってんだと思います。どうかルルーシュ・ランペルージュみたいなやつじゃないことを祈っております。まだ引っかかりが取れない。まだかよ。ねえひよこ、新世界は本当に海から逃げると思う？他に方法はない？え、さっき逃げ出す方法はいくつかあるって言ってたよね。海に出たら捕まるって分かっているのに本当に海に出ると思う？確かにな。ええ、その問いかけにひよこは戸惑いながら、そういえばと声を漏らした。ヘリコプターを使う可能性はなくはないです。空かヘリ。でも使えるのは1回だけです。 RCH はヒョコたちが空路を持っていることは思ってないから、回路を潰すのに必死になってました。ヒョコたちはあんまり予算がないので、空路を持っていると言っても1ラインしか確保できません。あ、じゃあ最後の手段的な感じで残しておきたかったんやけど、今使うかもしれんってことか。一度ヘリを使えば空路があることもバレてしまい、 RCH にそのラインまで潰されてしまいますので。あ、こういう時にさ、アンパンマンのに出てくるさ、バイキンマンのモグラの機械があればどんだけ楽なことか。もしヘリを使うのだとしても、それは本当に大事な一回きりです。でもそう考えると、もしかしたらその一回が今回ということも。そうか。ロースキーは海は踊りだっていうの？わかんないけど、みんなはどう思う？ヘリで追い出しても RCH は途中で抑えられるんだろ。
あ、コンティニューコインありがとうございます。でもコンティニューしないんだよな。いえ、一応軽くアルシリーズの内情を知っていますが、もし否か帰る手段に人員を削くよう本部に指示を出していれば、アルシリーズ本部も人数はそれなりに多くないですから、きっとそちらに人員を割いてしまい、ヘリを取り出す可能性は出てきます。ただでさえ3人もおるんやけんな、海ルートに何人か回されたらそれは止められんもんな。おい、やばいじゃんか、それは。騎士だったっけ、騎士だって言おったっけな、ルルーシュランペルジュのうまい香りみたいなの出てきたやん。この島にヘリを止められるような場所は中学校の運動場か、教科さん山頂じゃろうな。ここで凌介がひらめくけど、ここで終わり。今回はこの辺で終わり。凌介の、じゃあセーブ、凌介のひらめきは次回に聞かせてもらおう。さてこれでさ、エンターキーを押してさ、もし凌介がさ、わからんとか言い出したら、俺凌介の顔面ぶん殴る予定でいますからね。というわけで来週もやりますのでよろしくお願いします。ちょっと予定では、でも来週の同様あれやな。まあいいや、とりあえず今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。新世界がすかさず行動を起こしおったぞ。伊豆木が目覚めるか目覚めないかっていう話だったけん、完全に隙をつけた形になったな。次回、新世界の戦略とは、そして凌介がひらめいたこととは。凌介、間違ってもちょっとトイレ行ってくるとは言わないように。